どうも、CRS のフォード、小牧です。お願いします。お願いします。お願いします。今日はですね、うちのデモカー黄色の MTS ですね、はい、についてるこちら、2列目シート、こちらです。トレックシート、純正のシートちゃうじゃないですか。そうなんですよ。これがうちオリジナルのトレックシートっていうシートが付いてます。はい、はい、こちらのいいところをちょっとご説明させていただけたらなと思います。そうですね、はい。でちょっと僕中乗り込みますね。はい、はい、こう乗り込むと、まあ、このシートのいいところで言うと、僕すごいのがね、ん、もう一回やってもらっていいですか。あ、あ、広っ。移動しますね。そうなんですよ、全部スライドするんですよ。はいはいはい。で前の席もまた同じ、レバーみたいなのが下についてるってことですね。はい、あの運転席、助手席の下についてレバーみたいなのがもうそのまま下についてるんで、それで前後ろスライドするっていう形になりますね。ですので、すっごい広いですね。これだけでもすごい便利ですね。便利便利、むちゃくちゃ広いです。でしかも今なんか調整しましたね、背もたれ。これスーパー GL やったらこうある程度こう段階が決まってるじゃないですか。はい、これ全然細かい、全然細かい、細かい段階でも調整ができると。お、それにフリップダウンモニターあったら、そうそうそう、快適快適、ね、いいっすね。はい、でこれのシートのいいところもう一個お伝えさせてもらうと、はい、こちら、まあ停車してる段階の時になるんですけど、はい、対面シートっていうのもできるんですよ。お、はい、ちょっとやっていきましょうか。そうですね、はい。完了しました。めっちゃ簡単にやりましたね、今ね。そうなんですよ。簡単に後ろ向きに乗車できるんですよ。お、はい、ただこれは、まあ、底打ちはできないんで、はい、そういうことですね、うん、停車の時になります。はい、はい、ですので、まあ、ここにベッドがあったら、はい、足ガッサー伸ばしてゆっくりできるし、うん、なおかつこのベッドのいいところもう一個あります。何なんですかそれは。はい、もう一回レイアウト変えていきましょうか。ちょっとやりましょう。はい、はい、できました。あれ、一体型になったじゃないですか。そうなんですよ。ですんでここ、まあ、あのベッド、はい、まあ、うちでも販売させてもらってるベッドつけていただければ、ここまでフラットなんですよ。おお、これ今ちょっとベッドついてないけど、ね、そうなんですよ。ついたらめっちゃもうここまでベッド3メーターの人でも寝れますね。寝れます寝れます、ね、僕が2メーター98あるんでギリギリっすね。ギリギリいけますね。世界一番高い身長いやほんまに。ですのでここまで、まあごめんなさい、今ベッドがついてないんですけど、はい、あのベッドつけていただければここまでフルフラットになるんで、はい、非常にまあ車中泊とか、おね、ましてこれ今ロッドホルダーついてあるんで、ここにロッドホルダーつけていただいて、サーフボードつけていただく、はい、下に荷物入れてもらって上で塗っておいてもらう、完璧じゃない。バッチリですね。でしょ、ね、はい、ですので僕がこうやって専門店で、僕がここに腰掛けてもこんだけ高さあるんで十分広いと思います。うん、はい、だから対面でもいける、フルフラットでもいける、はい、移動もする、そう、めちゃめちゃいいシートじゃないですか、うん、そうでしょ。うん、でまあこのシート、金額の方が、はい、26万円、税抜き26万円、税抜き26万円、はい、でプラス僕のおすすめなんですけど、床フローリングもしてるんですよこの車ですよね。はい、これほら、はいはい、ですんで床フローリングも一緒にしてもらったら、もう本当に例えば海行って、うん、ね、例えばそうですね、浜の砂とか持ち上げてしまったってなったとしても、はい、掃除機で吸えるし、はい、なおかつほうきで履いていただくこともできる、うん、ってなったらすごい掃除もしやすいと思いますし、そうですよね、はい、感じで、床とフローリング、床フローリング と、トレックシート、はい、一緒にご注文いただければより一層車内の雰囲気は変わりますし、うん、たくさんこう遊び方もいろいろできるかなと思いますんで、こちらのシート、床フローリング、床フローリングも以前ご紹介させてもらったように、この生地も変えれるんで、
はい、すごいオリジナルのね、自分好みの床のフローリングにしてもらったらより一層楽しめるんじゃないかなと思いますんで、はい、という感じで、気になる方は、大阪店、横浜店、まあ、もしくはあのエセックスパーツ事業部の方にもお問い合わせいただければ全然お答えさせていただきますんで、はい、お気軽にお問い合わせいただけてたらなと。神田、まあ今で許してます。あ、 OK、 ありがとう、はい、お気軽にお問い合わせいただけたらなと思います。今回はトレックシートのご紹介ということですね。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。